児や家事、毎日頑張っているママと横澤夏子がキラキラ過ごすための子育てトークショー、ママも楽しよ。皆さんこんにちは、横澤夏子です。このイベントはですね、育児や家事を毎日頑張っているママに少しも、気持ちを楽にしていただこうと考えた企画です。この配信を見てぜひ気持ちが楽になっていただけたらなと思っております。今日は託児付きランチのココルク、はじめの親子教室代表で子育て環境クリエイターの山下真美さんとともに、自分時間の作り方についてみんなと話していきたいと思います。山下さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どんな活動をされてるんですか？私もですね、はい、もうすぐ5歳になる男の子と、今小4の10歳の女の子、2人子供がいるんですけれども、2人のママさん、はい、その自分の実体験もあって、はい、託児付きランチのココルクというサービスを立ち上げて運営しています。はい、これはそのサービス名ココルクで検索すると、レストラン予約サイトみたいなのが出てくるんですけども、はいはいはい、このサイトからお好きなプランをこう選んでいただいて、ポチッとするとお店の予約と、その時間の託児の予約がセットで手配が完了するというものでして、すごすぎってことはママ友の会とかで、はい、子供を預けてママ友だけでランチできるってことですか？はい、そうなんです。お店に行くと弊社のプロの保育者がお待ちしているので、その場でお子さんをお預かりして、お母さんたちはもう身一つになって食事を楽しんでいただくといったサービスになってます。すごいですね。でまた託児だけじゃないんですよね。はい、託児付きランチだけじゃなくて、はい、またそうですね、初めの親子教室っていうのがあるんですか？はい、これも2年ほど前から、本社がある恵比寿で開校しているモンテッソーリ教育という歴史ある教育手法をベースにした親子教室なんですが、前から続けているその託児付きランチサービスで、お母さんたち本当にこう楽しく過ごせば過ごすほど、ほっとこう一息ついた時に子どもの子育てに関する不安、疑問みたいなのがこうポロってこう聞かせてもらえる機会がすごく多くて、なんかこうランチ以外のシーンでもこう寄り添えることってないかなと思って、この親子教室を始めたんですね。すごい。じゃあ親子で一緒にモンテッソーリをっていう、はい、親子で子どもがこうやってるところを見ることで、こうお母さん自身も子育てに対こう納得感というか、ワクワク感を持ってもらいたいなと思ってやってまして。素敵。はい、私も普段からそうやって子育て中の方々、今日 の画面の向こうにいらっしゃる皆さんと同じような方々と本当に接してお話しする機会がたくさんあるので、今日どんなお話が聞けるのか楽しみにしてきました。ということで、今日は事前に質問を寄せくださったママたちとオンラインでつながっています。皆さんよろしくお願いします。あら、今日もたくさんのお子さんたちがしっかり皆さん起きてますね。ありがとうございます。あ、寝てる子もいる。ありがとうございます。さあ、ここでですね、主催の SS 製薬さんからサンプリングのお知らせです。肌に出るシミ、疲れ、だるさなどの全身倦怠、いずれも代謝の乱れが原因の一つです。ハイチオール C プラス2は代謝を助けるアミノ酸 L システイン配合、シミと疲れ、だるさなどの全身倦怠を代謝の力で改善します。またマスク生活などによるかぶれや二日酔いにも効果があります。これらの症状にお悩みの方に抽選で100名様にハイチオール C プラス260錠をお試しいただけます。妊娠中、授乳中にも服用していただけます。さあ、サンプリングの応募は番組最後の紹介するキーワードが必要です。メモのご用意をお願いします。さあ、そして今回出演してくださった7名の方にはハイチオールコラーゲンブライト10本をプレゼントします。美容成分コラーゲンペプチド、ヒアルロン酸が入った美容ドリンクです。ぜひお召し上がりください。皆さん、さあ、今日はですね、ママの自分時間についてみんなでいろいろと話したいと思います。なかなか自分の時間を持つのって難しいと思って、もう私もすごい悩んでるんですけど、まあ美容院だったりネイルとかはもう諦めるものだっていうことを、なんか産む前にいろんな人から聞いて、なんかそれを、なんか美容院行きたいんだけどとか、ネイル行きたいんだけどとかっていうのを、もう仕方のないことだっていうので、もう結構諦めてるんですよね。なんで、あと、まあ本
を読まなきゃいけない仕事、読書感想文を言う番組があって、その仕事に行かなくても家でやらなきゃいけない仕事とかも、結局子供が寝た後にやるとか、とにかく子供がもうすやすやしてる時間しか自分の時間がないっていう感じなんですけれども、すっごい大変だと思います。もう私も本当にあの経験あって、はい、気づくと子供に時間吸い取られちゃうみたいな、吸い取られ確かに本当吸い取られるっていう感じで、えもう体力も吸い取られるから、そうですよ、ね、逆に一緒に寝ないと次の朝起きれなくなっちゃうんですよね。よくそこで寝落ちしないなと思って。いやそうなんです、寝落ちパターンもよくあります。だいたい最近は8時半、夜8時半に一緒に寝てます、子供と。あでもいいと思います。いやもう本当に回っていかないですねそうしないと生活が、だから自分の時間がどんどんなくなってしまうっていうのが悩みなんですが、今日は時間の許す限り皆さんにも聞いていきたいと思います、はい。まず最初にお寄せくださったのはペンネームエイミーさんです。エイミーさん、こんにちは。こんにちは、エイミーです。エイミーさん、エイミーさん、なかなか自分の時間は作れないですか？本当に作れないですね。私あの上に4歳の女の子がいて、で、下の子が、7ヶ月で、今7ヶ月の子が寝てるんですね。あそうなんです、今ここで。かわいいで7ヶ月の子の今育児休業中です。はいはい。でそうですね、なんか書類がですね、いろいろあるんですけど、なんかそれがなかなか書けなくて、大変。その書類ってまあ、7ヶ月の子の保育園の資料だったりとか、あと保健所なんかいろいろありますよね、書かなきゃいけないものって。そうなんですよ。でいろいろあって、なんかつい最近あったのが予防接種、予防接種のであったり、今ちょうど私11月末復帰なので補活頑張り中なんですけど、その何枚あんねんってぐらいの量の書類を書かなきゃいけなくて、それも書かなきゃいけないのに書けなくて、あとお仕事もやっぱり今後も続けていくので、これからあなたどうしたらいいですかみたいなのを会社の人事の方が送ってくれるんですけど、はいはい、それもなんかたまりにたまってって、そうか、希望はいっぱいあるし伝えなきゃいけないことばっかりなのに、なんか気がつくとやっぱりこうゆらゆらしながら立ってスクワットしながら書いてるみたいな時が多いんで、大変全然綺麗に字が書けない。今のこの何ですか、立ってゆらゆらしながらこの立って書けるところでこう書くみたいな感じなので、もうなんかもう本当にいっぱい伝えなきゃいけないことがあるので、よろしくお願いしますみたいな。はいはいはい、確かに確かに、もっと丁寧に書けるのにってなりますよね。わ、あとこの結構ポンコツだから、漢字も出てこないし、あ出てこない落ち着いた方が字がね、本当綺麗に書けるのに、そういう時間もないですもんね。もうなんかこんな年になってるのに、もう本当にお前やる気あるのかぐらい、もうひらがなの文章とか頑張りますみたいな。確かに分かります。今一番何がしたいですか、自分の時間が経つ。書類を書くっていうのと、本当先ほど夏子さん言ってらっしゃったんですけど、本当髪を切りに行ったり整体に行ったりとか、そういうのとか、あと本当はそういう優先事項、やらなければいけないこと以外にも、本当はカフェ巡りとかが趣味だったので、行きたいな。もうなんかすごい遠い先みたいな。これは何ですか、この写真。なんか今武蔵野森コーヒーとか、あそう、コメダコーヒー中のやっぱり家の中でずっと泣いてる子をこう、本当この子を抱っこしてないとダメな子なんで、ゆら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 しながら家の中うろうろしてると、なんか気が狂っちゃいそうなんで、たまにもうよし行くぞってカフェとかに行って、でまったりするっていうのが私の唯一のこう、なんだろう、自分を沈める、慰める時間で。それのスタンプカードなんですね、今のは。そうなんです、この
カフェにこう全部行ってこうちょっとポイントとか貯めてみたいな。幸せ。それの時はお子さんはどうされてるんですか？今7ヶ月になっちゃったんで本当になかなか行けなくなっちゃったんですけど、もう手も出るし、うん、足も出るし、うん、声も出るし行けなくなっちゃったんですけど、うん、ちょっと前までは寝返りもしなかったんで連れてってソファーとかに転がせておけたんですよね。で寝てる合間とかにまったりして泣いたらゆらゆらしながら あもうダメだと思ったら出てくるとかして。じゃあもうここから先はちょっと長いこといけなさそうな感じですね。そうなんですよ。もう寝返りともう手を出す、口を出す、口に何でも入れる気が始まっちゃったんで、もうそろそろそうですね。山下さん、こういう時山下さんありました？いや、もちろんありましたよ。どうしてたんですか？フラッシュバックってやつですね。そうですよね。やっぱりみんな通る道なんですね。そう、今寝てくれたとか、うんうん、こう思いがけないタイミングでちょっと手が空く時とかあるじゃないですか、はいはいはい、もうそうするともうむさぼるように前のめりにこの時間を何しようみたいに。確かにありません？ありました。もうすごいワクワクしちゃうというか、かといってそういう時に限って何もできなかったりとかするんですけど、いつ寝るか分かんないですもんね。いつ自分の時間が生まれるか分からなくて、でずっとエイミーさんはゆさゆさしてなきゃいけないっていうのがあると、ね、もうなんか基本動作みたいな染みついちゃいますよね、ゆさゆさしてるのが、ね、こういうのどうすればいいんですか？コロナ期だからちょっと立ってこうゆさゆさするにもなんかね、ノーマスク、飲み物飲んでてもまずはマスクしてから立ってみたいな。確かに手間暇かかっちゃいますもんね、それがね。まあ、多分見る人から見たらそんなんだったら来なきゃいいのにだと思うんですけど、いやでもやっぱり唯一のね自分時間というか楽しみな時間ですもんね。そうですよ。そういう書類とかはいつ書いてます？書類、私も結構ね、仕事復帰が早かったので、はいはい、子供をいながら何かするっていうのは、まあうんうん、シーンとしては多かったんですけど、うんうん、やっぱりあ今いけそうと思って、この1枚だから5分かなと思ってやり始めると、子供って結構今ニコニコして楽しそうに遊んでても、うんうん、5秒後にいきなりなんか泣き出したり、うん、何してるみたいな感じで、やっぱりそのままずっと待っててもらえるもんじゃないじゃないですか。そうですね。なので結局その5分で終わると思ったものがその途中で止まっちゃって、はい、その後も1日中あれ残り半分やんなきゃみたいな、そうそうそう、結局足掛け1日その書類のことを考えてるんですよ、うん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 、なのでなんか私がその時思ったのは、はい、もうその5分10分30分を子供がもう誰か安心な人に見てもらえてるとか、うん、子供のことはもう大丈夫っていう状態を作って、うん、もう片付けちゃった方が結果早いし効率もいいかなとは思って、パパとちょっとお散歩行ってきてとか、そういうふうにしてもう時間を空けるようにしましたね。もう30分だけこの時間お願いって言って、うん、確かに土日とかお父さんいる時に、はい、もう家から出すっていうことも、そうそう自分の時間になりますもんね。そうなんですよね。お昼寝の時間っていうのもありますけど、うちの子本当に寝なくて15分後ぐらいに起きてきちゃうので、うんうんうん、寝たと思って書類出してトイレ行ってる間に起きるみたいな。確かに。だからお昼寝の時間をちょっと当てにしない方がいいのかもしれないですね、やっぱり。まあ、長く、ね、安定して寝てくれる子の場合はぴったりかもしれないですね。そうですね。そうか、じゃあちょっとそのカフェ巡りとかも、うん、もうちょっとねそのまたご時世が落ち着いたら、そうですよね、ぜひねそれこそ職場復帰してまた自分時間を作っていろいろと巡っていただけたら嬉しいですね。そうですね、エミさん、ぜひそうしていただきたい。エミさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ続いて質問をお寄せくださったのはペンネームホワリンさんです。ホワリンさん、こんにちは。こんにちは。あ、ホワリンさん、こんにちは。ホワリンさんのご自身の時間、はい、自分時間が取れないことありますか？やっぱりもう5歳になりまして、こう体力がついちゃって、もう絵本とかじゃ寝なくなっちゃって、でもう全然こう、もともとくっつきたがり屋なので、
こうずっとこうくっついて寝るんですけど、ちょっと動いても起きちゃうっていうのがやっぱり悩みですね。夜寝てくれないっていうのは大変。じゃあ絵本じゃなくて今どうしてるんですか？今はですね、もう日中いかにこうこの子の体力を使わせるかというのを頑張ってまして。切実すごい。なんでも本当に、このなんか縄跳びの写真があるんですけど、これは何ですか？そうなんです、ちょっと家の前で縄跳びを始めまして、20回だよね。20回跳べるように。50回も跳べるのすごいじゃない。さすがに50回跳んだらもう疲れ果てるんじゃないですか？あ、そうなんですよね。そうするとこうぐっすり寝てくれるんですけど、なんか雨の日とかはやっぱり体力がないので。そうですよね。ちなみにその寝る絵本ってどんな絵本だったんですか？そのまだ5歳になる前。そうですね、なんかこの子はジブリが好きでトトロとかも好きなんですけど、うん、やっぱ鉄板はこうおやすみロジャー魔法の絵本とかあって、こうゆっくり読んだり、こう何て言うんでしょう、こう抑揚をつけることで子供がいつの間にか眠りに入っちゃうみたいな絵本があるんですけど。まあ、それをよくやっぱりこうってくれるっていうのがある。そうか、はい、今はもう体力勝負、本当に縄跳び50回。私のお友達でお風呂プールにさせるっていう友達がいて、38度ぐらいのお湯を本当膝ぐらいに溜めて水着着さして、もうとにかくぶち込むんですよ、お風呂に。そしたらもうクタクタになるまでびしょびしょして。水は偉大ですね。そう、なんかそれで寝てくれるよっていうのを教えてもらって、確かに何回かうちもやりましたけど、でもやっぱり5歳になると体力もどんどん続けてきますもんね。いかがですか、はい、お子さん今幼稚園ですか保育園ですか、どちらか行かれてますか？幼稚園。幼稚園はお昼寝はないのかな？そうです、もうお昼寝はしなくなっちゃって。そっか。でもう普通だと夜私より早く、私の方が早く寝たくて、朝もこの子の方が早く起きたくて。そうか、でもそうなんですよね、あんまり寝ないお子さんっているんですよ。あ、そうなんだ。もう元々が寝ない。元々そうなんです。寝なくても大丈夫な子なんですね、うん、寝たいけど寝れないというよりは寝なくても大丈夫な子っていうのがやっぱりいるので、もしかしたら本当に寝なくても大丈夫だったりするのかなとか思いながらお話は聞いてましたね、うん、でもね、そうは言っても自分のね、時間も。ちなみにホワリンさんはなんか自分時間でやりたいこととかあるんですか？はい、あ、やっぱりホテルのスイーツバイキングとかに友達と行きたいな。いいですね。最高すぎる。そうか。そうですね。ってなったら、そうですね、難しいですね、自分時間。でも、でも女の子だからもうそろそろ行けますよね。一緒に？一緒に。ダメです。ホワリンさんどうですか？将来の楽しみということで、女の子の特権かもしれないですね。この子が食べたいものを一生懸命頑張らなきゃいけないのかなと思って。あの子がこれ食べたい、あれ食べたいを取りに行かなきゃいけないのかな。そうか、確かに。自分のことは後回しになっちゃいますもんね、ビュッフェでもね。そうですね。いや難しいですね。難しいですね。夜寝るときベッドの中で結構時間長くかかる感じですか？そうですね、時間かかります。1時間とか、もう下手すると2時間とかかかります。大変。もうなんかいっそのこと隣でホワリンさんもね、自分の本読んじゃうとか。そうですね、その時間を有効にっていうことですか？もうどうせなら。でもずっと起きてるので、この子の絵本を読んであげてるんですね、私。なんでこう今日は一冊で済む時もあれば、なんか小説一冊になっちゃう時もあって、すごい。なかなかそれでも寝ないみたいで、で全然自分の時間が、はい、です。そうか、ね、トトロとか読んでも全然寝てくれなくて、難しい。そうなんです、
読んで、体力やっぱりだからもう日中勝負ですね。本当日中どんだけ体力を削らせるかというか、うん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 、トランポリンもいいって聞きますね。水とトランポリンはいいって聞きますね。水とトランポリン、トランポリンはありますか、ホワリンさん。あ、トランポリンないです。買ってみます。ちょっとめちゃくちゃトランポリンだったら雨の日でも直せるじゃない、家でと、ちょっととにかく娘さんを疲れさす、そんなね作戦会議を娘さんの前でちょっとしづらいんですけど、でもあとお風呂プールね、あの水ちょっと溜めていいと思います。バシャバシャやったり、ちょっと水とトランポリンにちょっと頼ってみましょう。そうしましょう。いやでもたくましく元気な子で一番いいですけどね。あ、あの絶対将来にね、その小説を一冊読んだ経験とか、うん、あのいっぱいの後に、ね、50回も飛んだ経験っていうのはもう何事にも変えがたいですよ。ホワリンさんの今 の、ね、あの注ぎ込んでる愛情が絶対将来、うん、あの実を結びますから、うん、はい、トランポリンとお水でなんとか、うん、頑張ってらっしゃる。本当にありがとうございます。ホワリンさんぜひ今日も早く寝てくれることを祈っております。かわいいね、ありがとうございました。さあ続いての質問に参りたいと思います。ペンネーム小梅さんです。小梅さん、小梅さん、はい、小梅さん、よろしくお願いします。お願いします。自分時間取れていますか。取れてないです。ねえ大変そう。どんなことをされてるんですか今は。そうですね、私11月に産んで、うん、4月から復職して経理なのでちょっと忙しい時間がすごく続いていて、ね、もう残業もなんか40時間が当たり前な生活を4ヶ月やってたんです。大変。なのでなんか全然なんかもう子育てしてなんか仕事してたら1日が終わっちゃって、全然時間が自分の時間が取れてない感じですね。そうですよね。またお仕事もされてるってなるともう1日、うん、本当に終わらせるのがもうなんていうかもうそこで疲れちゃうというか。本当ですよ。自分時間、自分時間がある時は以前は何をやってたんですか。ジムに行ってて。あ、ジムに行ってたんだ。筋トレをしてました。へー、すごい。これ今持ってるのが小梅さんですか。あ、そうです、そうです。すごす、結構がっつりですね。がっつりですね。本格的。オリンピック出てました。すごい、20キロ持ち上げちゃってる。嘘、片側ですしね。両方40。そうか、40キロってことか。そう全然今のお子さん軽くてしょうがないんじゃないですか。8キロ。8キロ、あと4人いける。すごい。今このジムは行かれてないんですか。あ、全然行ってなくて、あの今日あのちょっと一時保育利用して久しぶりに行こうかなと思って。あ、一時保育を結構じゃあ利用はされてはいるんですか。あ、いや全然利用してなかったんですけど、うん、ちょっとあんまりこうなんだろう、一人になる時間がなさすぎてちょっとやられて気味なので、うん、近所にあったのでちょっと行ってみようかなって思って。じゃあ午後から行く予定なんですね。でジムに行ってあの重いものを持ち上げるってことですか。あ、そうです。すごい。すごいな。でも一時保育をご利用されてるっていいですね。いいですよね。はい、確かに。そうか、そういうやっぱり助けがあるとありがたいですよね、うん、本当はそうなんですよね、うんうん、ちょっとしたもう本当に1時間2時間でも自分の時間が持てるっていうのがなんていうんですかね、その時間の後も効いてくるので、うん、1時間2時間だけじゃないですよね、うんうんうん、家に帰ってからも育児にどんどんプラスになる、うん、ね、確かに。それでだってやっぱり働いてると月金はまあ仕事してはいるけど、うん、自分の時間っていうのを取れないですもんね。本当ですよね。しかもテレワークとかだと切り替えもできなくてすごい大変ですよね、うん、確かに大変。その旦那さんには頼めたりはするんですか。いや主人もテレワークなんですけど忙しくてなかなか、うん、頼れなくてって感じですかね。お風呂は入れてもらってますけど。あ、うん、
そうか、そこの分担はできてはいるけど、もっと、うん、ね、ちょっとやっていただきたいというか、まあでも、うん、なんか旦那さんも自分の時間取れてるのかとかって思ったりもしますしね。どうなんでしょうね。だから一時保育でやっとお互いの時間が取れるっていうことなんですね。なんかでも主人はなんか夜なんだろうね、子供が寝てる間は私は家にいるけど、こう主人はこう銭湯に行ったりとかしてるんですね。あ、いいじゃない。それその順番子にはできないんですか。だって夜ジムもやってるじゃないですか。なかなかでも、難しい。なんかこの子も結構なんか最近なんか認知能力が上がっついてしまったので、母を求めるように。わあ、嬉しいけど、またそれもあれですね。そうですね。そうか、銭湯に行けない体になってしまった。悲しい。そういうことですね。そっかそっか。まあでも旦那さんね、夜自分の時間取れてるんだったら、ここは思い切って。そうですよね。いや、なんかね、私働くママたちからお話聞いて、うん、はい、その方のモヤモヤを解消しますっていう、連載のコラムのお仕事も2年間ぐらいやらせてもらったりするんですけど、そこでも聞いてるお話とかまとめると、うん、結構共通項ってあって、一番多いかなっていうタイプ、傾向の一つが、うん、ママがこう私さえ我慢すれば丸く収まるみたいな、あ、私が我慢すればいいんでしょってこう結構マインドでこう封じ込めちゃってる。確かにすごいわかるところがあるかなって、まあ、私さえ我慢すれば、まあ、家族は回っていくから子供も幸せだし、まあ、言うほどでもないかなっていう気持ちになるのはすごいわかります。でもね、そのこう我慢それでしきれるならいいんですけど、うん、結局我慢してるつもりでもちょっとこう蓋をしてるだけ、はいはいはい、見ないように蓋をしてるだけだと、人間って見えないものの方が、お化けもそうですけど、見えない方がすっごい気になるんですよ。あ、どん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 考えちゃうんですよ。あれやれたらどうだろうとか、確かにこうなってたらどうなってたんだろうとか、なのでやっぱりその変にこう我慢して蓋をしても限界きますね。あ、なの で, で、ね、やっぱり自分が、ね、何をやりたいのかっていうのを蓋しないで極力見えるような状態にするっていうのがすごく大事っていうか、最初のステップで重要かなと思ってて、小梅さんの場合こうジムで筋トレしたいっていうのがもう見えてるので、うん、そこをなんかもう蓋しないで、うんうん、家族、まあ、旦那さんの前にもこうつまびらかにして、はいはいはい、筋トレしたいのよっていうのを伝えた方がいいと思うんですけど、ね、旦那さんは知ってるんですか、小梅さん、この持ち上げたいっていう気持ち、ジムに行きたいっていう気持ちがあることを知ってると思います。そうなんですね。だったらね、だから本当にまずやっぱり旦那さんが知ってるんだったら、そこを共通認識で、そうです、そうです、お互いにそのじゃあお母さんのジムの時間をどうやって作れるかっていうのを、そんな毎日3時間とかじゃないですよね。すごい、もうめちゃくちゃアスリートもう週1時間でいいんだよとか、うんうん、具体的にどのくらいのコミットメントなのかが分かれば、旦那さんもうんって言いやすいので、そういうことか。それに対してあなたの銭湯もこのぐらい確保しようねみたいな。あ、はい、いいですね、お互いのこの交換条件というかそうそう、なんか男性ってやっぱ言われると、うん、うんって言いやすいというか、言われないと察するのがあんまり上手じゃない、うん、本当は察してほしいけど難しいですもんね。じゃあ1週間に1回その1時間だけ持ち、1時間で足りますか小梅さん。大丈夫です。大丈夫ですか。じゃあそれを週1の1時間ここに行くんだよというのをこう夫婦でね話し合ってもらって、うんうん、それで小梅ちゃんもね、またお母さん求めてるけどお父さんの日があってもいいやって。いや本当に豊かになりますよ、うんうん、はい。でも今日はね、初めての一時保育ってことですよね。あ、そうですね。だからちょっとそこにも緊張しますが、ぜひしっかり持ち上げてきてください。はい、ここからかっこいい、もったいないですね、あの筋肉あるのに。すごい、いやすごい、久しぶりのジム楽しんできてください。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて、もう私のね自分の時間も特にないんですけど、その
私も資格を取ろうと思ってリトミックっていう音楽の先生になりたいなとか思って、うん、試験、あと試験を受けるだけなんですけど、はい、その試験の勉強がやっぱなかなかできないんですよね、その子供がいると読み込みじゃなくてピアノなんですってなるともう寝ちゃうとできないし歌も歌えないしとか、自分時間いつ、まあ、寝た後が私のその自分時間になるんですけど、その自分でその仕事の番組のアンケートとかもいただいて返さなきゃいけないんですけど、それももうお風呂上がってから寝るまでのもうめっちゃ顔真剣じゃないですか。そうなんです、もうこんな状態で面白いことなんか書けないんですよ私は。もう本当に必死になって、でもこれも携帯を触ってるんじゃなくて仕事なんだってことも分かってほしいんですけど、やっぱ子供がいるとできないんですよね、このアンケートだったりだとか、あと単独ライブもやりたいけど、単独ライブってもろ練習の作業だから、うん、ネタを作って練習も、あ、全然できないなと思って、そうですね、諦めてるんです。時間がいくらあっても足りないかも。でも、そのお子さん今1歳もうすぐ半で、で今お二人目もお腹の中にいらっしゃって、はい、それでお仕事はまあこんなに、まあ、いつ見てもいつテレビつけてもみたいな状態で、いやいやいや、資格の勉強もで、横澤家ってスーパーマンの家系とかなんですっけ、いやいや、なんかやりたいっていうかなんか、いや無理ですよ、自分の中で子育てしてる時間で隙間見つけられてる人もいるじゃないですか、うん、だから、うん、隙間があるんじゃないかって思っちゃうんですよね。あ、それはやや幻想かもしれないですね。そうなんですね。いや、なんかその特に日本のお母さんは、うん、なんていうんですかね、あの減点法になりがち、はい、なのでなんか横澤さんも加点法で生きてほしいなと思ってるんですけど、これとこれとこれがやりたくてこれができなかったって見ると減点になるじゃないですか、うん、はいはいはい、今日もピアノ練習できなかった、そうできなかったって、ネタ書けなかったとか、はい、でも今度スーパーマンじゃないと仕事終わって子供を寝かしつけて、はいはい、その後仕事とか資格とか、まあ、エクストラでやるなんて、うんうん、まあ、普通は無理なわけですよね、うんうん、それなのに今日はお風呂で一緒にお歌が歌えたとか、夕飯楽しく食べられた、それもめちゃめちゃ加点項目なんですよ、はあ、それを見逃して取りこぼしてほしくない、なので加点法でいきましょうよ、そこをプラスに取らなきゃ、加点方式なんですね、加点方式で見ていくと、じゃあどこに加点しようかなで目を向けられるから、うんうんうん、加点できるためにこれはじゃあ優先順位下げようっていうことも頭が働きやすくなるので、へえ、そう、家庭の方にここはやらなくていいやっていうふうにもなれるんですね。今までだったら、あ、掃除できなかったってなったのが、はい、掃除は家庭を取るためにいいの優先順位が思えるでしょ、うん、はあ、確かにすごいいい考え、新しい考え、どこに手をかけるかをそっちに目線をやることで捨てられるものって見えやすくなるので、そうなんですね、もう加点、どんどん加点法でいってほしい。プラスにしていくだけじゃなくて捨てることにもつながっていくんですね。そう、そうじゃないと本当スーパーマン家系じゃないと、いや、そう、そうですね全然スーパーマン家系じゃないけど、やっぱりなんか資格を取りたいっていう気持ちになるのも分かるんですけど、その、うんうんうん、みかんさん、みかんさんも資格を取ろうとされてる方の一人なんですよ。みかんさん、みかんさんどこ、あ、みかんさん、みかんさん、資格を取ろうとされてるんですね。お子さん、あ、泣いちゃった。何ヶ月ですか？この子は8ヶ月なんですけど、はい、上にまだ6歳と、でもうすぐ5歳になる年子のお兄ちゃんが。すごい !3 人3人大変だ。それで資格を取ろうとしてるんですか？ちょっともともと11月にまた仕事復帰になるんで、はい、で、まあ、その仕事の復帰の際にもちょっと役に立てばなと思って、うん、まあ、勉強がてらちょっと取ろうと思ってるんですけれども、はい、なかなか勉強の時間が取れなくて。いや、そうですよね。上のお兄ちゃんたちのね、ご飯作りとかもしなきゃいけない。そうですよね。仕事に関する資格なんですか？それは会社から取れって言われてるものとかでもなくて、取れっていうわけではないんですけど、はい、まあ、持ってた方が
あの会社のためにもっていうか仕事の自分のためにもあの役に立つかなと思って、へあの取ろうかなと勉強してるんですけれども、スーパーマンかけかもしれない。さすがですね。でも本当全然あのもうあの上のお兄ちゃんたちは保育園に行ってくれてるんで、はい、まだいいんですけれども、うんうん、この子がやっぱりいるとあのもうちょっとした物音でも起きてしまうので、うん、確かに。え、じゃあ今は、はい、今はいつ勉強されてるんですか？もうあのできるのは夜中、あもう子供を寝かしてから見るってあの勉強はするんですけれども、睡眠時間を削ってじゃあ今勉強されてるんですね。そうですね。ただもう本当にあの夜中やっててもこの子の授乳まだ母乳で育ててるんで、うん、2,3 回はあの起きるんで、起きるたびにこうあの上にあの寝る部屋に上がってって授乳してまた降りてみたいな感じでしてるので、なかなかこう続けて勉強できないというか、うわ、そうですよね。いやこれは辛い。続けて勉強できないとまた頭にも入らなさそうだし、忘れちゃいますよね。そうですよね。次の日になったら忘れてしまったりそうな。そうですよね。え、あこういう系衛生管理？そう、衛生管理はこの前あの仕事を勤めてる時、まだあの勤めてる時に取って、はい、今度社会保険労務士、社労士の資格を取りたいなと思ってて、へで、あの一緒のような内容で関連するところもあるんで、ちょっと復習しながらやってたりします。大変。すごいですね。これは頭使いますね。それでまたおっぱいって言われちゃったらもう本当頭いっぱいパンクしそう。確かに、ね、そうか、やっぱり資格を取ろうとするママさんたちって最近多いんですか？いや多いですね。なんか増えてるような肌感覚では増えてるような気がしますね。なんかあの今まもうここ、ね、何年もこの同じようなフィールドで戦ってるので、うん、ママさんいろいろ見てますけど、こうちょっと一昔前と比べて産後も職場に復帰するっていうのがなんか基本当たり前みたいな感じじゃないですか、うん、皆さん、はいはい、なのでその今までだと育休とか産休育休があのお仕事をお休みして育児をするための時間みたいな感覚だったのが、仕事復帰するまでに与えられた限られた時間みたいな感覚をなんか結構皆さん持っていらっしゃるのかなって思ってて、それでやっぱりそのこう 今までできなかったことやりたいとか、復帰した時にプラスになることをやっとこうみたいに思われる方が多いのかなと思いますね。そうですね。産休中しかできないからって思っちゃうことすごい多分多いと思います。ですよね。でも産休中って本当にその子育てして産んだりとかしてるからもう時間なんてないっていうのは分かってるんですけど、はい、うん、仕事が始まったらもっとできなくなるっていう焦りもあるんですよね。いやまあ元々はねその本当に育児のために必要な体を休めたりだとか、うん、あのまあ授乳するのも1時間おきとか、うん、30分おきとか最初の方はそうですよ、ね、じゃないですか。だからそのために必要なね時間なんですけど、今は本当に皆さんすごくねあの勉強されたりとか前向きに、うん、なんか少しでも無駄にしないぞみたいな感じに思われてる方多いなと思います。うんうんうん。ちょっとみかんさんは今後どう時間でどうでしょう ねでも私も一人目あの、まあ、10年ぐらい前ですけど産んだ時にあの金融系のコンサルタントの仕事をしてたので、金融系の難しい資格取ろうって思ったんですけど、はい、無理でした。すごいなと思って、取ってらっしゃる過去に取ってらっしゃるっていうのがすごいなと思って、はい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 、無理でしたっていうのはもう諦めたんですか？じゃあはい、諦めました。すごい。でもそういう人の話聞けて嬉しいです。なんかあんまり取りましたっていう人しか聞いたことなかったから、取りましたの人しか言えないんですよ。あ、そういうこと。確かにそうですね。だからすごい嬉しい。やめましたって言えなくて、はい、確かに。でももうやめましたの方が、うん、なんかすごい親近感湧くというか、本当に無理でしたね。
なのでその産前に思ってた生活とは全く違ってて、産後はこんなにも時間がなくて、時間ができたら少しでも眠りたいっていう、そういう状況の中で3人お子さんいらっしゃって、いや本当にもう無理だけは絶対にしてほしくないなと思って、はい、子育てって短距離走じゃなくてマラソンじゃないですか、長距離走、はい、なのでもう基本ずっと走り続けていくぞっていう中で、いかにその休憩ポイントみたいなところを取るかなので、なのでやっぱりその本当長く走り続けられる勉強をぜひしていただきたいなと思います。確かに、はい、そうですね、一夜漬けとかは絶対無理ですもんね。確かに翌日寝ちゃうから。そうですよね、ちょっと無理 せずっていう感じで頑張ってください、みかんさん、はい、ありがとうございます。あとね、先ほどの加点方式の考え方もね、うん、またすごいためになりましたので、超加点です、ね、ありがとうございます、みかんさん、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。続いて質問を寄せくださったのはペンネームひろれいママさん、ひろれいママさん、こんにちは。こんにちは。あら、すごいおもちゃ箱がたくさん、ありがとうございます。あ、お二人いるのかな。上の子が今3歳で下の子が3ヶ月です。かわいい。ひろれいママさんはこんな一人時間を過ごしているというお写真を送ってくださいました。こちらです。なにこれ、何これ、ワイングラスですか、何ですか。ワイングラスです。ワインとスティック野菜です。あ、一人ワインをしてるんですね。素敵。それはいつの時間ですか。これはこれはだいたい子供をみんな寝かしつけて深夜2時ぐらいにワイン飲んで、ピックスとか見てっていうのが唯一の一人時間っていう感じです。すごい。眠くないんですか。あ、眠いです、めっちゃ眠いです。いやだって深夜2時からネットフリックスよく見れます ね、うん、何見てるんですか、ネットフリックスの。起きてる間のテレビってもう全部アンパンマンとかトーマンとかそういうもの見られないので、全員寝かしつけて明日のお弁当の準備とか家事とか全部終えて、なんか本当にもう1時間1本勝負でちょっと見てから寝るっていうのが、いやすごい、いやすごい、お弁当やってからです。やってから。嘘でしょ。それはなんかすぐ寝ようっていう気持ちにはならないんですか。なんか眠いんですけど、なんか自分だけのために使う時間が本当に1日になんか1時間もなかったなって思ったまま寝てしまうのがなんか悔しくて。気持ちわかる。確かに悔しい気持ちになっちゃいますよね。なんか今日一日私何したんだろうみたいな。そうか、家事育児頑張ってるんですけどね。だってもうお弁当の準備までして夜中にですよ。で2時から見て3時まで見るってことですか。あ、2時から3時まで見てそこから寝るんですよね。ですね。でこの後寝て、でも大体まだ下の子が3ヶ月なので綺麗に授乳で起きてきちゃうので、まあ、ミルクまた5時ぐらいに起きてあげて、そうすると上の子が起きてきてみたいな感じです。すごい、ずっと起きてる。ずっと起きてますね。どういう状態。なんかずっと24時間テレビやってるみたいな。もう永遠に。すごいですね。本当ですよね。募金したい。いや本当に募金活動本当にしたいぐらい。それはでも逆にひろれママさんはそれでも疲れないというか、逆にその時間があった方が生きがいがあるっていうことですもんね。そのために頑張ってるんだ。そのちなみにパパさんは何してるんですか。パパは結構土日も仕事のことが多いので、もう夜は自分の部屋で自分のことしてるかも寝てるかっていう感じです。もうバトンタッチはできないんですか。そのちょっとパパさんお休みの時とか。お休みの時
があんまりなくて、主人は自分の休みだと自分の用事入れて出かけちゃうので、基本ずっと子供と一緒なので。なんでそんなひょうひょうと言えるんですか、そのことを笑顔で。すごくないですか、心広すぎ。本当だ、いやすごいな。いや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 、どうすればというか、もうでもヒロレイママさんはもうこれが楽しいっていうことですもんね。なんか変えたいとか思ってたりとかもあるんですか？本当はもっともう誰にも騙されずに18時間ぐらい寝たいな。18時間の寝れない体になってますよ絶対。でもそうですよね、そういうのちょっとパパさんに、なんかお願いしたい。いや本当そうですよね、体壊しちゃわないか心配ですけどね。どう、大丈夫ですかヒロレママさん。あれヒロレママさんが消えちゃった、あ消えてない。じゃあまたねちょっと18時間ぐらいちょっと誰にも邪魔されずに寝れる日と、あと眠くない時にネットフリックスが見れることを。そうですよね、そっか。やっぱりなんか旦那さんだけじゃなくて、本当にその、あのお母さんとか、うん、あの おばあちゃんっていうんですかとか、どなたかちょっとね、お手を拝借できるといいかなと思っちゃいますけど ね。お手を拝借できる方はいらっしゃるんですか？そうです、周りちょっと親戚とかもこの実家とかも遠いので。ああそうなんだ、見る人がいなくて。そうか、上の子は幼稚園に今行ってるので、まあ、日中は下の子と2人なので、下の子がもう少し大きくなったら1人あの一時保育とかもちょっと利用したいなとは思う。そうなんですね、ですごい。ずっとだってこの話してる間もずっと揺れてらっしゃるから。そうですよね、もう本当もうずっと働きっぱなしよ、もう、大変。ヒロレママさん、いや本当頑張ってらっしゃる。なんか私も揺れてきちゃう。分かります分かります。大変。でもそうですね、またちょっと大きくなったらまた自分時間ができるだろうっていう、まあ、それを楽しみに頑張れるっていうのもまたありますけど、ね、でもそんなけなげなところをなんかどうか旦那さんにも知ってもらいたい、ね、確かに、うん、伝えていただきたいです ね。伝えてもらいたいなと思います。いやすごいな、眠くなりながらネットフリックス見るなんて。ありがとうございます、ヒロレママさん。ありがとうございます、無理せずに。ありがとうございます、お話。で私もちょっと唯一の自分時間の写真をちょっと撮ってみたんですけど、あの自分時間でその作るものがあって、うんうんうん、これあの壁面って言って、壁面、はいはい、保育園の先生とかがよく作ってるやつなんですけど、はい、でもこれ全作を作るのに全部で1年間かかったんですよ。でもすっごいクオリティ高いですよね。あのでも本当にその今日はこれだけとかって言ってウサギの耳だけの日とかもあったりとか、すごい、その子供が寝てる間とか、うんうん、でもこれをなんかやってる時すごいあのなんか無心でできるというか、何にも考えずにただただ、うんうん、あこれここに置けば可愛くなるかなとかっていうのを考えて見てるからすごい楽しくて、すごいクオリティの高さですよ。そうなんです、これを1歳の誕生日の時にこうやって飾り付けして、おめでとう、もう発表会みたいな、自分の発表会みたいな感じでしたけど。いやすごい喜んでくれたんじゃないですか。喜んでたっていうか、もうとにかく舐めたいみたいな感じになっちゃって歯切っちゃうから、本当に唇切っちゃうから気をつけてっていう感じでしたけど。でもこれも最初のうちはもう今日絶対ケロッピ作るんだって思って作ってたんですけど、やっぱ全然作れなくてすごいイライラするんですよ。だからあ今日はケロッピの目だけ切ろうっていう。なるほどね、切り替えたんですね。その目標位置をすごい下げたら、ケロッピの目だけ完成できたから良かったっていう、うんうん、いやそこポイントですよねっていう気持ちにもなりました、うんうんうん、目標を下げるって大事だな。だましだましこう付き合っていくみたいな感覚じゃないと、ね、自分の確かに。だから加点方式っていう今本当にいい考えをもう伺ったと思って、ね、教えていただいて、であとは私あのただただこれ最近の自分時間で
あのアイスを食べてるっていうだけなんですけど幸せそう。棒のアイス大好きなんですけど、ついに棒のアイスを子供の前で食べれなくなったんですよ。もう貸して貸してみたいな感じでもう食べたい私食べたいって言うようになっちゃって、はい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 、ずっと私が隠しながら食べれてたんですけどそれめちゃくちゃうまく食べれちゃったんです今まで。でももう洞察力みたいなのが強くなってきちゃって一回ここにポタって垂れた時点で、はい、ああもう棒のアイス諦めようと思ってもうこれは寝た後にしようと思ってもう子供が寝た後にしか棒のアイスは食べないって決めて、うんうんうん、この唯一食べれるんです。いやでもそういう技も磨いてほしかった気持ちはちょっとありますけど、めちゃくちゃうまかったんですよ私もすごい勢いで食べれてたのに。そうか、でも甘いものってやっぱいい感じにあの気持ち安らぎますもんね。幸せな気持ちになりますよね。いやそうなんです。だからまあこういうのが唯一の私の自分時間というか、うんうん、なんか本当に人に見せ今日はね見せていただきましたけど、はいはい、人に見られるわけじゃないからもうこれ確実にリセットできますみたいな自分のあのねあのそういうのがあるといいですよね。あのなんかこれを喋るってことも新しく、うん、あ自分時間こうやって私楽しんでたんだっていうあそっかなんか振り返りにもなるんで、はいはいはい、あすごいこれなんか自分時間聞かれること最近なかったけどそうですよ、ね、大事なことだったんだなってすごい思いますね。うんうん、そうですね。え山下さんは自分時間何されてるんですか。はい、まあ、私はですね、はい、あの去年の年末ぐらいからちょっとキックボクシングにすごーめちゃくちゃ足上がってるじゃないですか。あの鍛えてもらってるんですけど、ちょっと金髪のこの男の人に向かって、はい蹴りを入れ気持ちよさそうですね。すごいいいトレーナーさん木下さんって言うんですけど、あのバンゲリングベイって恵比寿にある有名なキックボクシングジムで、あのここもあの実は卓日付きランチのココルクのサービスで利用できる、まあ、卓日付きランチとは言ってますけど、うん、エステサロンだったりとかこういうあのジムだったりとか習い事とか、はい、お食事以外のプランも載せてまして、まあ、そこに行って、はい、これ パンチしてるところなんですけど、めちゃくちゃ、これは何時間コースっていうか、だいたい45分ぐらいあのみっちりやって、まあ、トータル1時間ぐらいで、ここの近くに子供が見てくれてるってこと、ここはあの幸いにもうち その株式会社ココルクの本社のすぐ近くなので、本社にあの保育施設併設してまして、そこで、はい、お預かりします。すごい、はい、最高ですね。また横澤さんもぜひ、いや、やりたい、ちょっと生まれそうなんで、ちょっと産んでからぜひ行きたいです。生まれてから今やったらすぐ生まれそうな。でもいいですね、この習い事とかもやっぱり、うん、ランチだと相手がいてのランチというか、まあ、自分のランチもいいですけど、それもありますよね。はい、こういう習い事で子供を預けるってちょっと、うん、確かに、うん、なんかダメなよう なんか罪悪感があるけど、はい、うん、これ併設されてるって思うと、はい、なんか気軽にそれセットで、そうなんですよね。なんかやっぱり体も体が資本って昔から言うぐらいなんで、うん、はいはい、もう私は子育ての一環だと思って心と体のメンテナンスを定期的にしてます。そうじゃないとね、イライラしちゃったりとかして。じゃあこのパンチも子育ての一環なんですね。あ、パンチもキックももう子育ての一環ですね。すごい。でも確かに自分が健康じゃないと本当そうです。子育てもねできないというか、はい、ニコニコ生活できないですもんね。そう、確かにこういう時間大事なんですね。そうなんですよね。すごい、そう思ってます。いや面白い、いや本当にいいですね、こういう習い事をできるっていう時間が。そうですね、リフレッシュタイムになりますね。うん、はい、自分も子供生まれるまでこういう、ね、サービスだったりとか、うん、自分時間を定をあの作るっていうことがこんなにも重要なんだって知らなかったので、うん、確かに、はい、なんかもうやっぱり皆さんにはそれをもう知らなかったが反省からもこのサービス立ち上がったようなものなので、ぜひいいサービス、ぜひ自分時間を持ってもらいたいですね。ぜひあの使わせてください。一緒にいます、利用させてください。はい、さあそして続いて質問をくださったのがチャーちゃんさん、チャーちゃんママさん、チャーちゃんママさん、どこにいらっしゃいますか。あ、よろしくお願いします。チャーちゃんママさんの自分時間のお写真送ってくださいました、こちらです。コストコだ、最高、羨ましい、めちゃくちゃ爆買いしてる、いいな。え、これはコストコに行かれてるんですか。
そうなんですよ。あの子供が今4歳半なんですけど、4歳過ぎたくらいから、うん、あの呼吸がちょっとずつこう溜められるように余るようになってきて、お会社に公言して月に1回半日休暇をいただいて、うん、毎月月末の金曜日の午後は私はコストコに行きますっていうので、何それ、なんでそんな決まってるの、何ですかそのルーティーンは、すごい毎日、その日がコストコが安くなる日とかそういうことじゃなくてですか。はこの後にあのいつも言ってるドラッグストアがポイント10倍なんでやるしやかな、しっかりなんで合わせてあのもう2カート分ぐらい爆買いで、すごい、すごいですね。じゃあもうその金曜日が一月の一番の楽しみってことなんですね。うわすごい、こんなに買うんで、これ全部コストコですか。コストコですね。私もコストコすごい好きなんですけど、なんか全然見たことないものばっかりなんですけど、うんうん、これ何なんですか。これちゃんちゃんママさんめちゃくちゃなんかすごくないですか。プロじゃないですか。そう、大好き、エグゼクティブ会員になって、すごすごすぎる。カードの色違うやつですか。そうですよ。ちょっと何パーセントかお安いやつですよね。いいなー。一番おすすめのものって何かあります。おすすめは、はい、そうですね、美味しさで言ったら魚介類はやっぱお金出しても美味しいし、コスパいいのはやっぱりヨーグルト類。へえ、そうなんだ。なんかプロすごい、プロい。ちょっと次回コストコのねマスターとして来ていただきたいぐらい教えてほしい。そうなん、魚介類とヨーグルト類がいいんですね。初めてした。 いやすごい、はい、でもこういうやっぱりお買い物をストレス発散というか、うん、この日が楽しみっていうのっていいですよね、うん、いいですよね。私もお買い物、あのこういう日常品なんです、食料品、食料品のお買い物大好きで、やっぱストレス発散になりますね。ねえ、だってこれでコストコに行ったら気持ちが切り替わるっていうのもまたいい場所ですよね、ちゃーちゃんママさんにとって。素敵。ちなみになんか朝早く起きたりもされるんですか。します。もうコストコ同様、なんかちょっと待ってね、すみません。優しいママ、はい、赤ちゃんやりたいよね。そうだね、赤ちゃんやりたいね。ちょうど話すタイミングでね声かけられちゃうから。コストコも平日に行くっていうのがあのやっぱりワンオペで、すごいワンオペなんですけど、うんうん、で会社員ってこともあって、うんうん、ほっとくとなんかこうすごい縛りを感じちゃうので、うんうん、こう自分は自由だっていう時間を作っていこうと思って、うん、それ実のこのなんか養分があるこの空気を感じるのにコストコも行ってますし、うん、朝早く起きてこの拘束時間前に自由な時間、今日も私は自由だっていう時間を作りたく、うんうん、めちゃくちゃ自由が好きなんですね。自由ことがやっぱ子供産んで初めて分かりました。あ、もう何でもしていいぞっていう、そういう自由な時は何されるんですか。コストコだったんですけど、うん、そう、美容ないかなと思ってたら、私コストコと、あとはお家がやっぱり整えること、その早起きしてやってることもあるんですけどDIY したり、やっぱり体作るのにご飯が大事だなと思ったらご飯作ったりとか。 DIY ってこの壁のことですか。そうですね、すごすぎ、本格的ですね。何これ、これどういうことですかこれ。どうやって作ってるんですか。で実はレンガっぽいあの、うん、軽石なんですけど、はあ、それを起きた時に2時間とか取れる時にやる、ちょっと激しめの方の DIY。 いや激しすぎ、激しすぎ。朝これやってるってことですね。朝起きたらもうレンガ調になってるってことですよね。すごすぎる。で2時間ぐらいこれやるんだ。そうですね、でもまだ6時ですもんね。6時でまだみんな起きてない、起きるぐらいの時間で。そうですね、夏ですね、やっぱ早く起きられるので冬はちょっと、うんうんうん、暗いし。いや充実してる、やっぱり自分でその行動してるっていうのがさすがです ね。いやもうこれ真似したい、真似してほしい。あ、もうなんかもうスケジュール帳に毎月
最後の金曜日はでも先に取っちゃうっていうの。そう、あ、確かにそれがいいんですね、うん、それが多分決め手なのかなと思ってちょっとお話聞いてて、これこう時間作りやすいですよね、うんうん、であと、まあ、旦那だったりだとか周りにも知れ渡るし、 それもいきなりできた休みじゃなくて楽しみにしてたお休みっていうのも、うん、そうなんですよ、また頑張れる要素になってくるんですね、うんうん、その日をね楽しみに、あーすごい、予約しよう、予約、確かに自分時間の予約って大事ですね。そうですね、すごい勉強になりますね。朝4時から自分は自由だって思って、ね、でもそれで起きた、私も今日も自由だで起きたんですよね。そうですね、いやその起き方も最高、ポジティブなのチャーチャンママさん、すごいポジティブ、うん、ありがとうございます。たくさん教えてくださってありがとうございます。ありがとうございます。またコストコについても教えてください。エグゼクティブ、エグゼクティブ、はい、ありがとうございました。さあ続いて質問を寄せくださったのはナッシーさん。ナッシーさん、ナッシーさん、はい、ナッシーさんはなんかあの私に質問してくださ、はい、私たちに質問してくださったんですけど、うん、心に余裕がなくなった時、はい、どうやって笑顔で過ごせますかっていうことなんですけど、ナッシーさんそういう時があるんですか？そうですね、私の中の朝のルーティーンっていうのがありまして、うん、はいはい、まあ、朝に全ての家事を全て終わらせてしまって、もう自分時間を作るために夕方からはもうすごできるだけ、え、じゃあ朝何もしないで、 この、はい、この作り置きのものは、はい、夜ご飯として朝作っちゃうってことですか？そうですね。すごい、前日に作ったりとか、はい、朝に全部作ってしまって夕方はもうあの温めるだけとかの状態にするんですけど、はい、それがあの雨が続いてたりして、うん、買い物に行けなかったりすると朝に材料がなかったりするんですよね。あ、悔しい。確かに。そうなるとやっぱり夕方にどんどんずれ込んでいったりして、うん、もうルーティーンが崩れることによってちょっともう心に余裕がなくなってきて、あ、時間がない、時間がないってなっていく感じですね。うわー、わかります。ちょっとでも予定が崩れるとうわーってなりますよね。そうですね、悔しいみたいな、うんうん、もう余裕がなくなってしまう。確かに、そっからまた買い物行ってっていうのもまあすごい嫌な気持ちになっちゃうし。はい、ね、いやでも作り置き偉いな。偉いですよね。朝のうちっていうのはそれは何時までのことですか？もう朝の出勤の時間が10時ぐらいなんで、はい、それまでにはもう全てもうできることはもう洗濯から掃除から。10時までに全て、その何時から起きてるんですか？もう朝の6時に起きて、その足で洗濯機を回すに行くのがもう朝の日課ですね。すごい、もうそっからずっと動いてるんですね。そうですね、もうなんか出勤する頃にはもうヘロヘロになってますよね。いやそうだと思うんですけど。すごい。でもそれも夕方に時間を作るための。あ、そうですね、もう夕方はもう疲れてるんで極力もう何もしたくないんで。そうですね、いやすごい。でもそのなんか他にもお写真があるみたいなんですけど、これは何ですか？はい、すごい豪華。美味しそう。美味しそう。これはあのもうカレーに作り置きしたものを全て上に乗せただけなんですけど。でもトッピング充実してますね。カフェ、カフェ、カフェ飯っぽい。なんでも洗い物も1個ですんで。確かにワンプレートでおしゃれ。すごい手に手を込んだように見えてただ乗せただけっていう。でもこれもこれもしっかり朝動いたおかげというか。もう楽してるように見えないように全然楽してないですよ。めちゃくちゃ見えたっていいんですよ。苦行ですよ、もう苦行。ちゃんと修行してる朝。いや本当すごすぎよ。頑張ってるな。すごいですね。でも山下さんは心に余裕がなくなった時はどうされてますか？いやもうね、心に余裕がなくなることの連続なんですけど、いやもうその反省でも今も生きてるんですけど、はい、私その一人目産んだ時はまだ会社員だったんです、はいはい、であの育休明けて復帰してしばらくしてやっぱ仕事がどんどん忙しくなってきて、うんうん、家に帰って仕事終わって家に帰ってお料理してるのに明日までにこれやんなきゃいけないんだったとか、いろいろこうあの
こうぐる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 考えながらお料理してた時に、うん、後ろで当時2歳ぐらいですかね、うん、娘がママ見て見てって言ったんですよ、うん、でそれに何って振り返るのなんて0コンマ1秒ですよ、ね、 はいはいはい、これをねしてあげられなかったんです。あ、このコンマ1秒の動きをしてあげられない自分になんかねもうズーンって、またそれもなんでだろうって、はい、でも それ本当に忘れられなくて、でもちょくちょくそういうモーメントが自分に訪れるんですよね。なんであの時振り返ってあげなかったんだろうっていう、振り返ったりとか、うん、そうだねって言ってあげられる一言とかが言えない時がある時に、あ、今心の余裕なくなってると思って、でもそれってやっぱり人間、やっぱ人間なので、はいはいはい、その時私が思ったのは、やっぱり人間って追い込まれると弱いんだなって、うんうん、なのでそのお母さんが強いからとか弱いからとか心が広い人だからとか狭い人だからとか、うん、あんまり関係ない、全然関係なくって、うんうん、そういう環境に追い込まれると人間ってそうなっちゃうんだなっていうのを反省で、この自分の時間をいかに作るかっていうサービスを生んだぐらいですから、すごい、ものすごくその反省で生きてるんですが、はい、私自身は心の余裕がなくなったらもう素直に子供に相談してます、うん、ちょっと新しい。なんてですか。もうそのまんま噛み砕いて、そのなんか失敗しちゃった、人間関係的なの失敗しちゃったとすると、はいはい、今日ねママねお仕事でものすごく失敗しちゃったんだとかってそのまんま言います。へ、ご飯食べながら。そしたら子供は何て言いますか。そしたら子供って共感力がすごい高いので、はいはい、なんか詳しい状況とかはつぶさにはやっぱ理解できなかったとしても、うんうん、すごい子供独自の解釈ですっごい返してくれるんですよ。なのでそれはね、ママごめんねって言っていいよ、してくれたらもう大丈夫だよとかって。すごい。でもそれってカウンセラーが一人、まあ、家にいるみたいな、なんかすごいですね。でもなんかそう言ってもらえるだけでちょっとこうなんかほぐれるんです。素敵な話、泣きそう。すごいいいですね。すごい、意外とすごいこんこんとね、なんかこうどんどん暗くなっちゃうと子どももね負担になっちゃうと思うんですけど、なんか今日は保育園でさ、僕の姉ちゃんと折り紙取り合いになったのノリで言うと、うん、結構向こうも、あ、そんなのさ、僕も今日こんなことあった、へーみたいな感じで、なんかちょっと盛り上がれて消化できちゃう。また新しいですね、その子どもの共感力ってすごいというか。共感力すごいんですよ。確かに、なんていうか、単純というか物事を結構単純に考える能力ってすごい長けてますよね。そうなんです、そうなんです。かっこいい、すごい、さすが。ちょっとそれぜひやってみたいと思いますよ、はい、楽しいですよ、会話も。その一言そう捉えるみたいな。そうですよね。、はい、ナッシーさん、ナッシーさんいかがでした今の。だからちょっとナッシーさんも今日ちょっと朝ごはん作れなかった、夜ごはん準備できなかったのよっていうのをお子さんに言ってみるっていうのもね。そうですよね。もうなんかできない自分が悪いって思ってしまうんですけど、やっぱりもうできないことはできないって言っても別にそうなんだって言ってくれると思うんですよね、うんうん、だってこれだけ普段やってるんですから、うん、そうですよね、確かにそうなんだって言われることだけでも嬉しいですもんね、話を聞いてくれるだけでも、うんうん、確かにいいな。なんか私とかはだいたい朝ドラが大好きなんで、朝ドラって木曜日がだいたい悲しませる日なんですよ、うん、泣かせる日なんですよ。でだから今日は私木曜日なんだって思うようにして。なるほど、展開を。そうなんですよ。なるほど、夏子はすごく落ち込むのであったってナレーションを入れてもらうんですよ、勝手に。そうすると勝手に、まあ、来週ぐらいにはいいこと起きてるだろうみたいな。で金曜日とかだいたいいいことあるさ頑張ろうで終わるんで、朝ドラって。だから、まあ、どうせ金曜日になるから金曜日になるからって思って、なんか自分の物語を、自分のドラマを俯瞰で見るみたいな感じをよくやってますね。そしたら本当に金曜日来ます？来るんですよ、やっぱり。案外だからあの落ち込みは視聴率取るため の、うん、あの落ち込みだったのかな。自分の物語を強弱つけるためっていう、木曜あったから金曜がねみたいな、あるのよとか思ったり。そういうのに結構サントラが使えるんですよ。サントラとかもよく入れて入れると
自分の物語がまたどんどんどん拍車かかってくるというか、いいですね、私も落ち込んでも、あ、この必要な落ち込み場所のね、このサントラちょうど今今日ぴったりだわとか、それ使えますね、使えるんです。本当にで最近やりたくない洗い物とかもうめっちゃたまって、もうどうしてもやりたくないって時に黒川の手帳のサントラをかけるとめちゃくちゃいいってことに気づいたり、もう復讐の気持ちであの洗い物をやってるみたいな、テレレレテとか言いながらめちゃくちゃ、今後私が何か復讐をしでかしてしまうんじゃないかみたいな、そういう環境に置くのも自分で、ちょっと今日帰ってすぐやります、楽しんだりしてます。ぜひナッシーさんもちょっとサントラかけてみてください。楽しいです。ありがとうございます。いろいろとねママさんからも、お伺いしましたが、いっぱいインスタグラム、私のインスタグラムの方にコメントも来ていただいたりとか、あと YouTube の方にもコメントが来ているんですね。あ、シュアイさん、こういう場所ってすごく大事だと思いますとか、あとゴッチンさん、現在4歳になる男の子がいます、うんうん、外で遊びたい気持ちが強く暑い炎天下の中で、遊びます、うんうん、熱中症も怖いので途中で休ませますが、うんうん、なかなか水分も取らずです、いい方法ありますかって。そうか、難しい、確かに。でもね、水飲んでくれない時ありますよね。4歳ですよね。なんかお母さんって子供にこう何ですか、これはやろうとかやってとかっていうのにちょっと抵抗ある方意外と多いなと思って見てるんですけど、何ですか、お母さんがもし僕が嫌って言ったらお母さん引くなっていうのが見えてると子供ってやっぱごねるんですよね。なのでこれはもう引かな、飲むべきなんだっていうモードで飲まないとダメだよっていうのが伝わると多分飲むと思うんですよね。そのこういなんていうんですかね、だから熱中症になるっていう怖さを知っていての、うんうん、これは飲むべきなんだよっていうのを、はい、次、はい、次あっちもジャングルジムの方行く前に、はい飲んでください、あ飲むよ、これはね飲むのっていう儀式じゃないけど飲んでジャングルジムだからっていう、はい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 、こっちのもう心の座り具合こっちがどしっと当たり前なんです、はい、これがっていうのを、それがその悪いことに使っちゃダメですよ、はいはいはい、でもこれはだから歯磨きは絶対やっぱりやってほしいとか、うん、確かにこれだけはやろうっていう時はもうそのこっちが心をもうどしんと決めて、うんはいはい、これはもうやっていただくんですっていう風に伝えてあげると向こうもねそっちの方が折り合いつけやすいんです。ごねたら通るかもって思っちゃうとちょっと試したくなっちゃうんですね。確かにそのやり取りも楽しんじゃうというか、そうそう、なんであこれあかんやつやと、はい、これごねてもあかんやつやっていうのを早めにこう見せてあげるっていうのも、うん、これちょっと結構重要っていうか 愛情だと思いますね、はい、確かにそこもまた大人になる段階のステップというか、ここは飲んどこうっていう諦めもつくというか、うん、そうなんですね、ありがとうございます。さあさらにアーカイブ残りますかですって、アーカイブ残りますよね、これアーカイブ残るのでぜひ皆さんご覧ください。1週間残るそうなのでぜひ見てください、 YouTube の方から。さあそして一人じゃないって知ることみんな忘れてますね。そう確かにね、うん、誰か頼る人をまた探すっていう作業もそうですよね、なんか忘れちゃうというか、あ、この人頼れる人だったんだっていうこともなんか考えないと案外ないですもんね、うん、そうですよね。いやなんかもう人間ってね、生き物として一人とかそのつがい夫婦だけで子育てしてきた歴史なんて、うん、ほんのもう1ミリぐらいしかなくって、みんな集団で子育てしてきたわけですよ、はいはい、それがなんかここね現代においては核家族化が進んじゃってね、うん、パパとママだけでなんとかしなくちゃいけないんじゃないかって思ってますけど、全然そんなことなくて、いや無理なんでそもそも、なのでやっぱりこういろんな人の手を借りながら子育てするっていうのが当たり前だよっていうスタンスでてもらいたいですよ ね、 すね。だからジジババが結構遠くにいるとかだったら、それこそ一時保育の、うん、そういうサポートだったりとか、うん、それこそねココクルさんの、ねはい、そういう一時保育もうち以外にもたくさんありますしね、ベビーシッターさんとかいっぱい買ってもらって、うんうん、そうですね、うん、さあちょっとお時間がねだんだん少なくなってきたんですけど、皆さんリモートの皆さん何かさらに聞きたいこととかってありますか？
質問などありましたらぜひ、やっぱり YouTube の人とかで、あのインスタの配信見てる人でも、うんうん、1時間ずっと座っていられる幸せが大きかったって気づくっていうのもまた、そうですね、確かに座ってたら、あ、エイミーさん何か質問ありますか。あ、じゃあミュートを外していただいてお願いします。はい、いろんなこう、自分時間紹介してもらったんですけど、なんかそうだな、夏子さんが、うん、今日のこれを聞いて、あ、これは絶対やるって思ったことってありますか。なんだろう、もう全部良かったですよね。ねえ、うん、確かにこれはずっとやるって思ったのは、でも自分時間の予約はしようと思いました。私もなんです。それで、ね、すごい、私も同じだった。女子はもう一時保育入れてやるとかっていうのすごいいいと思っていいですよね。なんかそれも楽しみになるし、その水曜日っておっしゃいましたよね、今。だから、あ、ちょっといや、火曜日の前日からもうワクワクしてしょうがなくないですか。そういうのってなんかやっぱり計画ができると嬉しいってなるから、ね、うん、なんかちゃーちゃんママさんのね、その金曜日の終わりに行くっていうのが、うん、あ、すごいいいって思って、ね、真似しやすいですしね。そうなんですよね、うん、だからそれはそこだけは私は絶対やるからって、うんうんうん、なんかもう断言して大きくカレンダーに書いておこうと思いました、うん、もうなんかもう月1回とかだったら本当大手を振るっていけるなと思って。そうですよ、マジは私好きなんだと思って。そうですよ、大手を振るって、ぜひそれがねだんだん大きくなるにつれて、うん、どん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 スパンを短くして、うん、もうアスリートに向けてね、アスリあれエミさんは違うわ、あれもすごい、あれもすごい感動しました、ね、すごい、そうですよね、あのジムの時間とかもねすごい感動しましたけど、イメージから想像できない、みたいな、ね、そうですよね、本当。いや、エミさんもぜひ大手を振って、ぜひぜひ、うん、やりたいな、予約してみましょう、ぜひ。いや、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、他に質問など何か言いたいことある方いらっしゃいますか。何でもいいです。すごい、あ、ババ世代ですって、おばあちゃん世代の方も見てください。チャーチャンママさん、はい、チャーチャンママさん、何ですか、お願いします。あのですね、はい、ごめんなさい、ちょっとここが頭ぶつけちゃった、ちょうど頭ぶつけちゃった。そうなんですよ、大丈夫、チャーチャンママさん、結構独身の頃は自分がどうするって決めたら、うん、痛いね、全然見てあげてください、全然大丈夫です。こうこれにしようっていう決断を結構できたんですけど、うん、例えばこう子供ができて子供も一緒の人生って考えると、会社員、大丈夫、ごめん、会社員行きたいなと思ったりとか、うん、うん、そういうこ と、 ちょっとあとはうちまだ子供が一人なんですけど、うん、冷やしとく、上の方が痛いの、動物って書きたいの、動物って書きたいのね。頭はね、もう良かったね、じゃあ痛くないね、もう大丈夫だね。動物って書きな、動物です、動物って書いて、はい、そう、会社員辞めたいなと思ったり、うんうん、辞めたいなって思ったりする決断ができなくて、うん、そう、もうこうどういう風に決めていったらいいのかっていうアドバイスがあったら聞きたいなって、こう自分と思うと決断力がすごいなくなっちゃったなっていうのがあります。うんうんうん、私も聞きたい。そのだからお子さんと一緒の人生になったからこそ、ここでやめていいものか、それか続けていいものかっていう、自分の人生に全てもう子供が入ってくる感じですもんね。そうなんですよね。いや、わかります、わかります。どれぐらいの仕事量にすればいいのかとかも決断、金とか、うんうん、確かに。どう、なんかすごい、ここから1時間あります？いやいや、本当めちゃくちゃ、いや、これすごい大事、いや、私もすごい気になる。そうですよね。いや、でもなんかその決断で言うと、子供が生まれると会話の
回数の中に、うん、私っていう主語の会話が極端に減ってるはずなんですよ、はあ、何々がちゃんがね、子供が主語の会話ばっかりで、はあはあ、旦那さんと話しててもそうだと思うし、確かにお友達と喋ってても今日何うちの娘がねみたいな、うんうん、自分主語の会話が極端に減っちゃうので、うんうん、それだけでやっぱ自分の考えとか自分ってどういう人間だったっけって見失いがちなんですね、うん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 、なのでもう意図的に私ね、私が、私はこう思うみたいな、喋る時の主語を私に切り替えるっていうのを意識するだけでちょっと変わるような気はします。チャーチャーママさん分かります？この感じ、私って自分の話でよく使ったりしてました？仕事ではするけど確かにしてないかもしれないですね。私も全然してなかった。本当に減りますよね。今言われて気づきましたもん。確かに私の考えってあんまり言ったりしなくなりますね。もう 無理にでも私って言ってると、私青が好きでさとか言ってる間、あ、そうだったみたいな、自分がどうしたいかをもう忘れちゃう。忘れますね。じゃあチャーチャーママさん的には、うん、これはやっぱりお子さんがどんどん 入り込んでくるじゃないですか、この仕事をするにも、はいはいはい、この子供のどうしよう、うん、時間とかスケジュールとか、そういうのはどうやって考えを整理していけばいいんですかね。どうなんでしょうね。でもなんかね、やっぱり向き合う時間をちょっとね、1時間なりそのコストコ帰りにでも、うん、ちょっと今日は1時間ノート開いて自分のことを振り返ってみようみたいな、そこから始めてみると、自分がどうしたいかとか自分の理想をなんか整理してみるっていうのも一個、うん、でも私なんか仕事を子供ができてちょっと一回お休みしようみたいな考えた時あったんですけど、うん、でもきっと何年か後に、うん、なんかの表紙で子供に絶対言っちゃいけないけど、あんたのせいで子供あの仕事辞めたんだからねって私言っちゃうんじゃないかと思って、それが怖くて辞めたんです。その辞めるっていうか、すごいわかります。でもなんか絶対言わないけど喧嘩した表紙とかに、あんたのせいで私仕事辞めてんだからねって言いそうじゃないですか、私って。私もそれわかりますね、すごい。だからなんかそういう考えになっちゃう、うちはもうやめなんかダメなんだと思って、一回自分のやりたいことをやっておかないと、うん、自分を気が済むまでちゃんとやらなきゃいけないのかなとも思ったりするので、うん、それを言っちゃう前に予期できたっていうのはやっぱ素晴らしいですよね。いやでもなんか子供のせいにしそうだなって、うんうん、いやわかります、本当にわかります。なのでなんかその子供がいて仕事とどっち取るってなって、子供と仕事を本当にその天秤のね両端に乗っけちゃうと、子供より自分大切なものなんてないんですよ。絶対仕事が負けるに決まってる。だって子供って自分より重要なんだから。なので子供と仕事をこう天秤にかけ比べるのは絶対にやめた方がよくて、ね、泣けてきちゃったけどチャーチャーママさんに話聞いてそうだから、そこを比べちゃいけないんですよ ね、 そう、ね、いつも言ってるのは子供はね殿堂入りさせないとダメなんですよ。ランキング外、わかりました、外外殿堂入りさせないと、ね、殿堂入りさせないと、すごいランキング荒らしちゃうから、だからランキングの中に入れちゃいけないんですね。入れちゃいけないです、もう常に殿堂入りなんで。そうチャーチャーママさんも、うん、仕事の中に子供入ってくるけど、それはもう殿堂入りだって思って、殿堂入りして自分は自分、私の話をっていう、そうだと思うんですよね。とまず区別して考えなきゃいけないのかもしれないです。チャーチャーママさんごめんなさい、ちょっと勝手に泣いちゃってすいません。チャーチャーママさんごめんなさいね、チャーチャーママさんの話なのに確かに、殿堂入りさせるの大事ですね。はい、確かに。はあ、ありがとうございました。すいません、チャーチャーママさん何か最後に言いたいことありますか？すいません、聞かないでこういうところが素敵なんですよ考えてみたいます。コストコ帰りに楽しい時、コストコ帰りにね、楽しい時に、すいません本当にチャーチャーママさんもありがとうございました。確かにそうですね、ということでありがとうございます。あ、すいません、わざわざ申し訳ないです。いいんです、すいません、ありがとうございます。こんな流しっぱの涙は大丈夫なんです。ということでですね、今日いろんなねママさんと共にちょっとお話をさせていただいたんですけれども、最後の最後にですね、
本当私いつも身近な人の、うんうん、周りのネタをやらせていただいたんですけど、ちょっと今日私も出会った方、うん、ママさんの一人ちょっと、ね、ネタができましたので、ちょっと最後にネタをやらせていただいてもよろしいですか。はい、すいません、ありがとうございます。報告する女なんですけど、私コンサルの試験落ちた山下さんコンサルでしたっけ、あれ何でしたっけ、光栄です。何でしたっけ、コンサル担当、もうコンサル担当の時に取りたかった資格、私落ちたの、諦めたのって言った時に、あ、そういう人両手を振るって諦めたことを言ってくださる方いるんだと思ってすごい心が落ち着いたんです。確かになんか受かったことってみんな言うけど、落ちたことを報告する人っていないなと思ってそうそう、届いてない落ちた報告がもう5万とあるはず確かにだから諦めたこと落ちた報告をする女もちょっと貴重で大事だなと思って、そういえば私も食生活アドバイザーっていう受けてたんですけど、はい、だいぶ落ちてたんですよそれ言ってなかったし、ね、やっぱそう5万とあるんですよね、うん、私はその山下さんの心意気にちょっといつかエンタの神様でって思っておりますので落ちた報告をする女、本当すいません、ありがとうございましたということで、いや皆さん本当に頑張ってるお母さん方ばっかりで、本当今日もためになりました、ありがとうございました、うん、さあ最後にですね、ここまで見てくださった方にプレゼントキャンペーンのキーワードをお伝えします。キーワードはハイチオール C です。さあ応募はこちらから、応募はこちらからお願いします。締め切りは8月8日までです。皆さんよろしくお願いします。さあということで、あっという間のお時間でしたが、うん、今日はここまでということで、山下さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか今日。いやもう本当皆さん本当に頑張ってらっしゃる、はい、ね、自分時間もうだからもうそのまんまでいいのに、なんかね、うん、いろいろもっとやんなきゃと思ってらっしゃることが分かって、もう全然そのまんまでいいんですよ。そうです ね本当になんか自分時間の話をするっていうの本当大事だなって思いましたね。一、ねうん、人の時何してるのっていろいろ友達とかにも聞いてみようって思いましたね。あ、確かにね、なんかすごいヒントになりそう。いや今日すごいいっぱいヒントが出てきたので、いやいろいろと真似したいことばっかりでしたね。はい、私も真似します。いや楽しかったです、本当にありがとうございました。ありがとうございました。またこちらママ楽はいつまた次回もありますので、うん、ぜひご覧いただけたらなと思っています。さあということで今日はここまでです。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。さようなら。